ザンブロンゾ。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 ザ。ザ。ザンブロンゾ。ザンブロンゾ。ウンブ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 。ウンブウンブ。ブロースブロースゾゾ。ザンブロンゾ。ゾの毛がブローされる。サンドイッチザンブロンゾ。サンブロンゾ。エッグサンブロンゾ。エッザンブ。ザブザブ。ザブザブ水を受けるザンブロンゾ。私はトカゲと一緒に寝たかった。ザンブロンゾ。トカゲの形をしたなんかわけのわからない、手足が6本あって、乳房が4つあって、瞳は1個しかない、角が生えていた。そこには何かわからない、ようわからない角が生えている。でもその角が何なのかもわからない。ザンブロンゾ。ザンブロンゾ。ある美術図鑑で私は目にしたもの、それはザンブロンゾではなかった。ザンブロンゾ。ブロン君あろうというブロンゾ。ブロン、ブランデーを飲んでいるザンブロンゾ。そこにはブランデー奥のブラーン、ブロン、ブラーン、ブラーン、ブラブロン、汚れちまったザンブロンゾ。瀬戸際で戦うザンブロンゾ。敗北するザンブロンゾ。まだ揚げ染めしザンブロンゾ。えい、星空にピーナッツーと声高で叫ぶザンブロンゾ。アギアシドリのザンブロンゾ。浮遊するザンブロンゾ。トナカイと一緒にアギアシドリを取るユリイカ。イカほどにもない努力の賜物がザンブロンゾに全部消化する午後の眼差し。ザンブロンゾ。卵っちゅうもんはですな、壁にぶつかるたびに割れる。その中の君ってやつはどれほどにも愛おしいんじゃわな。私は今も手のひらで動かすことができるんやで、できるんやで。死神やで、わしは死神博士やで。ライダーキックオフ。ビートたけし。ソナチネッツとトイレの絨毯は緑色だった。緑色の液体が青に変わって、それがまた紫に変わって、茶色になって透明になっていった。ニュース映像20マイル、海底20マイル。パールライス、パールライス。ご飯ですよ、時間ですよ、妊娠ですよ。ザンブロンゾ、ミスザンブロンゾ、誤解人ですよ。私はザン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 、尿管がする。私は生まれるのか、それとも生まれ得ないのか。もしもし、なんだ、もしもし、いますか。入ってます、入ってます。不在の入ってます。もしもし、ピエロ、ロエピ、ロイター通信、神相撲、三日相撲、モンゴル相撲、油まみれ、ウランバートル出身、アイスコーヒーの染みが
ゴッサムシティではバットマンがスパイダーマン、ドクター、スパイダーマン、ドクター、ザンブロンズを戦っている。出てくるところ間違った、スパイダーマン。バットマンやったのに対する対象リタイア。マーベルコミック、コミックエンド、ビターズエンド、タワー、ハッピーエンド、残食のチアリーダー、忘れなぐさから私の放尿、うっすらと浮かぶワインがところどころまばゆい髪を残し、不老される髪の中で、わー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 、わな泣いてわな泣いて、ザンロンとの恋がする、嬉し楽し大好き大好きのスケベな心が揺れる、揺れてゆく、揺れてゆく、揺れてゆく。ダルフ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 、オルフェの心が黒いオルフェ、オルフェ、ダイフェ、クロイドの白いオルフェ、オオカミ、オオカミ、オオカミ一郎、ダンブロンゾ、オオカミ、ダタイ、温泉、温泉、温泉が揺れている。少女が、少女が、こんにちは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 、おはよう、サンデー、サムデイ、琴平とサムデイ、わわわわわワンデイ、ジョン・ディスゴとサムデイ、オールサンシャンシャンシャン、サンブロンソン、ザンブロンソン、ザン、ザンブロンソン、仲間たち、ザンブロンソン、仲間たちの、スーズ、ザンブロンソン、スーズちゃんと一緒の、クッション、フーさんと一緒の、サンバの黒髪、何これ、なんかこっちもみたいな、こっちみたいに。サンブロンズは化け物かもしれない。平和の声がする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 、わわわ、サンブロン、私は貝になりたかったのか、それとも、ザンブロンゾ、それとも、ザンブロンズ像の中の夕焼け、たちだったのだろうかと、問いかけても出てこない。だから、ザンブロンズと戦うのは、こいつだ。こいつ、ザンブロンゾ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 、十字軍、三銃士、三銃士、刑事はコロンボと対決する、ピーターフォーク、私はピータースプーン、ピータースプーン、ピーターナイフ、ピーターナイフ、ピーターライス、ピーターライス、フォーチュンラッキー、ライスは M、 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 M を取る質問の M、ララ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 ラ、タラーレン、タラーレン、ブレーメン、オーケストラ、ローレン、ローレン、ローレン、バコール、ローレン、ローレン、ローレン、いつもザンブロンゾ、サーティワン、アイスクリームを売るボブディラ、渚のザンブロンゾ、私はね、ただ
たくなるだけなんだ。ソーシャルディスタンスエリア。エリア88。ソーシャルディスタンスエリア68。群れ捕獲。ちょっと待ってよ。グッバイ優しい。イエロー道路が泣いている。イエロー道路が泣いている。イエローはちょっと僕はもっとブルーになった。ほかしかない。プリンあらどうもどうもどうもこんにちは。おはよう。おはよう。プリンアラドーム。プリンアラドーム。モード学園の中には英語教室はなかった。だから僕は数学教室を作ってみた。そこにダンブロンドも通っていた。そして僕はそこに通っている男と一緒に映画を見た。映画の名はユリカちゃんでした。ユリカちゃん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 とユリカちゃん。ゆりかちゃんとゆりかちゃん、ゆりかちゃんとゆりかちゃんの合いびき、これと腹びき、ボンネット消えた。アイスオーレで、アイスオーレ。ゆりかちゃんはイカの一種だと長い間思っております。俺たちのオーレはオーレ、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 セアスカン、セツオレル、オーレル。ねえねえ、ユリカ、赤ちゃんに入ってユリカが揺れると集まってくるイカの群れです。ユリカが咲いてるところに集まってくるイカの群れです。ユリカという名前だというのは知らなくて、ユリカの群れだと思ってます。ユリカのスルメはいかがすか。ユリカの焼きはいかがすか。いらないよ。ユリカの焼き。おお、夏。涙流し台の上でかまぼこが切られてくる。東京の音が鈴ありがとう、鈴ありがとう、タンバリン、ケーキの上にケーキを乗せるマラカス白熊と白、私とするとマラカスと小鳥、小鳥会議をする小鳥たちの中で戯れるモーリス、卵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 あれオレンジジュースの中のプリンアラどうも、ありがとう。卵サンドイッチを食べ終わっている。いや、まだ卵、卵がボールみたいに転がしてる。ごめんね、ど忘れしてしまって、コロンブス立てた卵、コロンブス広めた梅毒、コロンブス広めたタバコ、サンブロンゾ、コロンブス持って帰った天然と、サンブロンゾ来た。コロンブス立てた卵、コロンブス呼んだ侵略者、コロンブス呼んだコルテス、コルテスたった300人、インディの数万人を惨殺した。カルテ、カルテ、カルテを見せよう。ザンブロンズは存在したのか。お前はどこにいる。どこだ。ザンボットの一番下から僕はサイエンスしながら低い水準へ呼びかける。本当は太陽に近づいてるはずなんだけどさ、そう実感が湧かないんだ。進む距離なんか太陽の距離に比較するならば誤差みたいなものだから、それもしょうがないんだけれど、きっとこのダメな飛行機はすぐに燃料が尽きて、僕はいわゆる海の藻屑となるだろう。海の藻屑、ありがちな表現だね。とてもありがちで最近はかけらのない表現さ。でもしょうがない、でもしょうがない、僕はその程度のことしか思いつかない人間だからね。海の藻屑、海の藻屑、サンプロちゃん。
がもずくになってしまうよ。海のもずくになったら栄養がたっぷりだよ。何よりも高い塔から飛び立ったわけやけど、もう僕にとっては塔はさ、創設なんだと思っていたんだ。それは前にも伝えたことがあったかな、なかったかな。どっちだったら海と生まれるよ。どっちでもいいことだね。じゃあ、せいかちゃん、青生まれて。そう、プチュプチュ、プチュ生まれた。何生まれた？恐竜。恐竜か、どんな恐竜？ピンクのチマチマ模様、緑とピンクのシマシマ模様の恐竜、緑とピンクのシマシマザンブロンゾ。ヒョンカコヒョンホってなんだっけ。1億3千万年後、黄色の玉と生まれます。黄色の卵生まれてください。太陽が正面にある。太陽がハート、だってあるんだから、そこにハートが生まれました。あるものを見ないのは間違っている。ピンクのハートが生まれた。で、なんだっけ、ザンブロンズ。できることはどんどん増えていって。ピンクのハートが生まれましたよ、このように。太陽とサイドカーに。太陽とサイドカーは全能になって世界に溶ける。どっちの卵が食べるのか、次は。光が輝く。ソーシャルディスタンスの中に。白く光る iPhone に表示されているのは、僕は彼女に転送したダメな飛行機コレクションの一つだった。緑信号。白く光る iPhone の中に表示されているのは、人間が iPhone の中に一番最後に到達信号です。どっちの卵だ？バイバイの犬はロケットに詰め込まれて宇宙の闇に消えました。宇宙のもずくになったのです。宇宙のもずくになったら栄養がたっぷりだよ。宇宙の海兵隊、飛行機。宇宙の海兵隊には金曜日はありませんが、それでも7日に一度は必ずカレーです。14日の土曜日なんてもはやなかった。もはやなかった。はい、どうしたの？ジェイソン死んでいる。機械の子供さんの時代、スピノザの恋、白の世界、灰色の虹、ボブマーリー。灰色の虹、振り袖姿の早め、青の方がチョキで、だったの青の方がケチ、青の卵の方がケチで、その黄色の丸の黄色の卵が見せられる。お魚だよ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 。それは残飯になるのでしょうか。ダンブロンドは私は全てのものに渚を打って死んでしまいたいとさえ思った。その横でザンブロンドは慰めてくれた。生きてていいんだよって。だから私は隣の部屋でから響いてくる悲鳴に耳を傾けながら、一人部屋でザンブロンドと一緒に海を眺める。今日も眺める。今日も戦う。ザンブロンゾと2人で海の部屋に向かい合って、どちらがオスでどちらがメスになるかを決めた。ザンブロンゾの方が体が大きいからメスになるのがよかろうと私は言った。ザンブロンゾは承知しなかった。そこで雌雄を決することにした。2人でチェスをした。2人で将棋をした。2人で蹴り合いをした。2人でキスをした。それでもまだどちらがオスでどちらがメスになるか決めることはできなかった。我々は雌雄同体だから、どちらかが必ずメスにならなければならない。けれどもどちらもそれを承知しないのであった。どうしたの？仮面ライダー135の怪人、それがザンブロンと仮定したなら、
ズで、この黄色い玉のザブーン、ザブンロンゾ、ザブーン、黄色い卵が勝つ、ザブーン、エンターテイメントを量産すべきだという政府は言う。はっけよい。勝った黄色の勝ち。次はどっちだ。ちょっとちょっと言うてる。ちょこ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 言うてるわ。じゃあ今度は青がちょこちょこちょこ言うてるわ。そんな言わんでもええということの意義を考えてみることの粗品はないのかと私は言うけれど、その粗品というものの意義の深さが私にはわからないのです。だから粗品を配って私は隠密な隠密な隠密な姫事に身を委ねたいのです。粗品、粗品を一つどうぞ。粗品って何ですか？粗品とは粗末な品です。どうして粗末なものをわざわざあなたは人にあげるのですか？なぜならあなたがその程度の人間だからです、なんて言おうものではない。あ、その粗品の中身はあれです。私のあれです、あのお風呂で抜け落ちた髪の毛です。私の一部ですから、あの遠慮なく持ってきてください。お風呂で抜け落ちた髪の毛とはいえ、私が将来大スターになった時にはそれはファンたちに奪い現れ、何百万という値段がつくでしょう。粗品を配っていったら、粗品ガーン、そうしなさい、ああしなさい、こうしなさい、そうしなさい、そうしなさい、こうしなさい、掃除しなさい、そうしなさい、掃除しなさい、心を掃除しなさい、項目項目、私の心は耳を塞ぐ、私の心は耳を塞ぐ、私の耳は何も、私の足もピカ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 、私の耳は残存機能がそれ目指していく、残存機能が低下していく、残存機能が増強していく、残存機能が、だから妖精の歯の、妖精の歯のバチモンド大切に、妖精の天ぷら油が焦げる頃、刺身が作られ、そこに置かれるのはユリの花なのか、それとも店長の歯の妖精だってば、妖精か、思わないんだったら連れて行きませんよ。あなたは詩人か、思わないんだったら連れて行かないんだって。ひゃー、あ、検査が陽性やった。何の検査が陽性やったんですか？ PCRG ラモン KYK世界、モロにモロにいなかった。ゾフィーの世界だ。ゾフィー、ゾフィー、ゾフィー。ゾフィー、彼の名はゾフィー。ゾフィー、ゾフィーマルソン。ウーピーゴールドバーグの世界の中の旅旅旅行。ヤッピーゴールドバーグ。ヤッピーゴールドバーグ。もう
ヤーピコルピコヤーポカルビヤーポカルビヤーポカルビカルビのホモチップスフーキーペンシルで書きました。フーキーペンシルは10本ありましたが全部短くなってしまいました。ただ1本クロ君だけが残ってしまった。中井貴一が持つ最後の2段目の DC カード、ゴールドバーグは実は最後から難読症で脚本が読めません。3度目の最後から3度目の DC カードの CM 断りました回数。最後から3回目のザンブロンズ。最後から3回目のモズク。最後から3段目の海のモズクと消えて海のモズクになってしまった。栄養がたっぷりだ。真緑真緑白木星というものがある。お花が生まれたやったー。この水の虫が栽培される。危ない。タキゼンはこの白木星と銀木星は混同されていたらしい。よって金と銀を並べて植樹した人の心はナオミは金木星はメカブノンアルコール。金木星はオスカブのつもりだったのではないかと想像できるのだ。メカブメカブメカブも栄養がたっぷりだ。しかもヌルヌルだ。ナイツ植物の場合ナイツそれは縦団結四角にあれば種はあまり気にしないものらしい。ヒイラギ木星はヒイラギと銀木星の雑種と言われている。金木星銀木星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 木星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 の中の泡立ち層。木星の中には巨大な台風があってそれは地球よりも大きくてぐる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 と言わない木星を回り続けているのです。私はどちらかといえば物草なので鑑賞程度にとどまって観察は大そかである。ちょくちょく言うんだった。近所に生えている金木星だったら近所に生えている金木星の金木星はヒーラギ。もっと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 入れてやる。お魚の的の発見をもっと入れてやる。お魚の魔法でどう何が起こるの。何も起こらないことが起こったら、お魚の的を、それとも種を植えると、雨は相変わらず降り続いており、雨雲は手を遠くさることまで進んでいる。でも歴史上やまなかった雨はないんです。そうだったら、じゃあ入れてください。ポン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 、まだ育たないな。お水をあげてみようかな。ボンジュール、ボンジュース、ボンジュール。大の明かりがきついと申してある。ルイス・キャンドルの絵もないよ。木星と銀木星は金の水星と銀の水星のことで、傘を使う雨がほとんど黒どうなったら陽星の銀星の木星の土星の火星陰星。お宝の種、あ、お宝の的の種だね。お宝探しをする。大丈夫だよ。アンドレアの指示、また生えてくるよ。また生えてくるよ。また生えてくるよ。産毛が永久歯が永遠の歯2分の1。妖精の歯ランマ2分の1。ランマ5分の1。小さい七等分の歯だよ。うるせえやつろ、うるせえうつろ、うるさいお前らたち、黙れと言いたいけどおしゃべりは続く。目が来ないんだ。あまりに苦しいので続くもんごめん。ずっと待ってるとお腹が空いちゃった。激しく歌っていたそうですが、みんな君だと思います。ご飯作るの忘れてた。もうダメだ、もうダメだ。ザンブロンゾン、恐竜のご飯には恐竜さんが入っているんですか。ザンブロン、恐竜のご飯には恐竜入っている。恐竜のご飯には天井さずきのご飯が入っていた。そこに寺山修司の姿はなかったけど、三輪明宏がそこにいて、
私をそっと抱きしめてくれて、そうこう言った。ご飯作らないと。余裕はくれ。お腹空いたよ。明日の朝はまっけっけ。あ、なんだった、なんだ、誰のものでもない晩ご飯。なんだった、なんだった。ライスカレーは。なんだった、なんだった。毎日食べたい。カレーライスはどう違う？あ、辛い。ご飯とカレーのミックスジュース。辛い、甘いカレーは？苦い思い出。あ、甘い。生活。おいしかった。なんだか喉が渇いたぞ。とじ続きの表現という名の元に生きる俺ら。カレーは救世主です。何を失敗してもカレーになります。煮魚を失敗してもカレーになります。シチューを失敗してもカレーになります。あらゆる難しい料理を失敗した後はカレーになります。カレーは救世主です。カレーの力。カレー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 カちゃん。カレーよ。カレーカレーのスコープキラ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 。いつでもじゃあパンケーキを作りましょう。夢をパンケーキに乗せてゆくよ。私はじゃあ赤いパンケーキを作ります。トマトピューレピューレタン革命。さくらんぼボンジュール。甘いきボンジュース。ボンカレー。大大のあたり。小さな巨人です。古畑です。パンケーキを作ってくれてありがとう。もうお腹いっぱいだよ。あー美味しかった。僕は一人屋上に上がり、ダメな飛行機たちを眺めた。何よりも高い塔が立ち、その屋上にダメな飛行機が揃った。クルイムシ時刻、ソリュール焼き棒のところが頭に残っている。クロノドビュッシーの音楽はいつもそうだ、はためいている。もともと僕はどうしても塔が欲しかったんだ。資本主義社会においては資本さえあれば大抵のことは叶う。しかし子供の頃から思い描いていた塔を建てるためだけに高等的に追い込めるだけの資本を築くことがそうはできない。友人の名前を借りてその名前を最小単位にした通貨を作ってみたのはダメでも堂々という気分がまずはあった。通貨それは通貨現実に、それが現実に現実を資本主義の中でお金が命と等価交換されることを現実に価値を帯びるなんて夢物語のような展開でもならない限り、それらを資産を保有するのはまず不可能だ。ちなみに私の世界で一番ダメな飛行機はゼロ。それは私の乱高下を繰り返しながら多くのものの時価総額を抜いていった。ダイヤモンドの総価値を抜き、金を抜き、ユーロを抜き、ドルを抜いた。それらで価値があったのは、それは欲しがる人間がたくさんいたかに過ぎない。耳を澄ましてごらん。誰も欲しくなければ、誰も欲しがらなければ、彼の声が聞こえてくるよ。それはただの思考であり、紙切れだ。やったー、妖精の魔法の杖だ。キラ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 。何がキラキラになった？私はちょうどないから、じゃあ
猫の海岸節。いるよ、表山猫が住んでるのは深い深い闇の底です。私はそこにホタルを見つけました。まるで妖精の森のように凄まじい乱舞を繰り返すホタルたちの奥には、姿のない巨大な神が潜んでいるが、私たちはその神から身を守るために、みんなでまとまって手をつないで歩いたのだ。あの鹿児島のことは今でも忘れない。ここに縮こまっていてもあの島の神の勇気を感じる。あの神は紙コップと置かないでくださいねと言っている。あの神は資本主義に殺されたりなどしない。あの神は科学に殺されたりなどしない。あの神には人間を最後の最後まで勝てないのだ。ため息マジで、ため息マジのジャンブロンド。キラ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 。うわぁ、何になった？やめなさい。あ、妖精が消えちゃった。大変だ、大変だ。妖精を信じなきゃ。妖精はね、妖精を信じるって言ったら生き返るんだよ。ハゲカザンバラザンドンダンバーラ。セイカちゃん、妖精生き返った？サミオザンバラザンダンバーサミオやめて、ゆうたを食べないで、赤ちゃん食べないで。
校長先生の銅像にいたずらをすると夜中に動いて仕返しに来るそうですよ。ザン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 、それは危なまだ。ザン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 、もしその時に校長先生と教頭先生の方が前を歩いていったら学校が滅びるそうですよ。ザン、その教頭は京都を訪れたことがあるんだろうか。そして地温院のそばで仁王立ちする。出たー、あがたもりよ、あがたもりよ、あわあわあわふいちじく、いちじく、いちじく、おふく、カモミール茶の上を歩くバッハ。エリック・ジョンさん、はためく風の向こうを横切る、となって。ジョンさん&ジョンさん、あ、出た、カモメのジョナサンコールド、やだ、助けて、キャドバッ、回転する、回転や、回転焼き、カムカムエブリゴータイム、だし巻き卵の夕べのおかずは、だし巻き卵の中身はくまちゃん、だし巻き卵の中身はケースバイケース、ケースの中には日本が聞いているたくさんの意味を早く集まっておりますので、魚を抜かない術ではない、それが幸福なのかどうか私には分からない。おしょくんの話は、それは今の現実のありよう、死を肯定するものばかりが増えていて、うまく言葉で表すことはできなくて、心は、他にも妖精さんがいるのかな、カタ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 カ
音が世界中に響いている。そこはそこで世界中のプログラマーが正しいコードを求めてキーボードを叩く。カタカナカタカナ。カタカナの正体は実はドロドロカタカナです。マザー貧しいシンデレラがせっせっせっせと働いているのって、そんな話があると私ともほになるのは私が想像した。人間の価値は高い。シンデレラは私のようなものでも王子様を射止めることができると思いました。もうすぐ人間だけは人間を考えるやりごとマザーは人間は人間には勝手にしよう。私は私と持っている中から好きなドレスをお前に貸してやろう。その代わりお前が王様になりたかったら塔の建設に今のうちになっている。建設所のその塔はかつてこの町には登録する東京スカイシータワーよりもすでにはるか高い。12時の期限が来て王子の心を止めたシンデレラは息を追おうとフェアリングを乗ったシンデレラが634メートルは靴を片方をなくしてしまっていた。建設当時靴は汚れていたのか。ガラスの靴は片方なかった。あれはうちの宝なんだよ。フェアリングをとまざうちで一番のオイランド発砲なんだよ。お前それを取り返してこなければお前を一生うちで働かせるからね。シャラララララララ。でも幸いにも靴は王子が持ってきてくれた。ペースト調でアシマニアで指で一度王子が今のビチャンで王子湧き上がるほどにためにお願いだったらお願い。それ王子は毎日毎日女の靴を抱いて眠るほどの大の靴マニアだった。だからシンデレラが落とした靴をあんなに優勝大事に持っていたのだ。白い肌ゆらめいたマスクを固めよう。うまく王子の元に嫁いだシンデレラだが、それから毎度毎度王子の勝利のために王子の背中を足で踏んでやらねばならない。ソーシャルマスクインザマイクロンド終わらない日常。マイクロキル、とても大きなマイクロ、ミクロ、マイクロチッチ、花チッチミクロ、ねえねえミクロ、マイクロミクロ。おミク久しぶり、元気だったかい。おミク字が大吉でした。おミクかなりぶっきらぼうなラインメッセージが届いた。僕はまだ家にいて、いつもタイムスケジュールだと朝食を作るかどうか判断すべきの場合だった。おみくん送り主ばかりで飛行機を降りてすぐと落としきタイミングで降りている。ポップアップ通知を見ただけなので記憶はついた。ここはなので気持ちはてん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 ミクロの景色。一度きりのメッセージに何となく気を取られ、朝食にいつもの目玉焼きを作るとしたら、今度は取り掛からなければいけないの時代。取り掛からなければいけない時間を超えてしまっていた。私はいつも声をする。声に声をする。声を声にする。声。今から会えない。無事なら会えるよ。ダメかな。無事以降は人間があるから。会えないな。カゴに抱えて生きていけ。なんてやるの。カゴに乗っけて生きていけ。それとも私は船にまたがり列車に搭乗され車はザンブロンザ今日も行きたい。ちょっと待って、オンザショー
蓮池の中は今日も鯉のぼりが泳いでいます。季節外れの鯉のぼり、鯉のぼり、鯉のぼり、鯉のぼりはね、空の果てにある滝を目指しているんですよ。その滝を登り切ったら竜になれると思ってるから単語のセックス。だけど鯉がどうやって竜になれるんでしょう。単語、空は巨大な滝を秘めているので、その青の向こうに見えない滝を登るとどんな鯉のぼりでも竜になれるそうです。とデンジャラス、希望のかけらは強はるもなく、私はため息まじりに空を仰いでみた。そこにはピーターパンはいなかった。ピーターパンはフック船長に食べられた。食べられたから私は どっちみち敗北したのだ。この世から退場するべきだ。だから今日も笛を吹く鬼のように、悪魔は鍛えて笛を吹く、悪魔は鍛えて笛を吹くと何度も唱えてみせる。それが私の小説の中のタイトルだ。今日はザンブロンゾと一緒に退場、この世から退場しようと思っている。だから今日という日にありがとうを告げ、私はすぐさま退散する。私はこの世からすぐさま退散する。それがそれだけが望みなんだと自分に言い聞かせてみたんだ。せいかちゃん上手だね。この短いもの、失われてないもの、消えたって歌なんだ。それ素晴らしいね。ザンブロンゾ素晴らしき、ザンブロンゾ明るいところ、仲間、生のビール、生煮え状態の半開き、素晴らしいザンブロンゾ、全部です。